をご覧の皆様こんにちは。本日はサミー株式会社様にやってきております。そして本日の最新台は株式会社ロデオ様の戦えサラリーマンとなっております。暴走系パチスロということでオリジナルキャラクターの新庄誠さんが、ケツメイシとコラボレーションということでね、楽曲もいろんなところで聴けるのではないかと思っております。新庄誠さんの暴走っぷりを早速見に行きたいと思います。それでは実践スタートです。シダ開始。さあやってまいりました、戦えサラリーマンです。さっきちょっとだけね打ったんですけど、めちゃくちゃ好きです。はい。通常時は、まあ、目押しはいらないんですけど、チェリーが一応真ん中に出てくるので、それをちゃんと見たい方は中押しで押した方がいいのかなと思います。でまあ右リールこの形ですね。ベルが中段にあるときは弱チェリー、それ以外だと強チェリーとなります。あとこのイベント図柄というものがあるんですけども、このイベント図柄が約15分の1で通常時は揃うそうです。でこのイベント図柄にも、平行揃いの弱イベントと斜め揃いの強イベントがあるそうで、多分揃い方によって得点が違うんだと思います。お、これはイベント揃いが来ました。でまあ、今並行イベントが揃ったんですけど、チャンスということで手帳に予定が入ります。チャンス、残念ながら外れてしまいました。で今3月31日なんで、次から新年度突入ですね。でも年末年始とか夏休みに、まあ、5月に多分ゴールデンウィークがあると思うんですけども、そこでイベントを引くと、まあ、長期休暇中にイベント揃いを引くと、この長期休暇というものに突入する可能性があると。ただまずはステップというものに入れなきゃいけないんですよ。そのためにイベントを引くという、そう忘れてた。で通常時のその15分の1で揃うイベント図柄から予定が入ってステップというものに行くのが、まあ、ART までの王道ルートとなります。ステップ1、2で3をクリアしたら ART と。で1と2はもうクリアは約 70% ほどでするそうなのでね、3だけですもん勝負は。4月19日チャンス。で今ここにアホと馬という予定が入りました。これがステップ1ですね。これを成功すれば、あ、ステップに入りました。で今、青、びっくりした、早いな。同僚から入ったんですけど、上司に昇格です。そして後輩に昇格です。すごくうまい。でさらに、まあランクでいうと下から同僚、上司、後輩、嫁、社長となっております。でこれでステップ2ですね。まさかの失敗というね。そして入りました。休暇期間中、ゴールデンウィークですね。そしてイベントを引くと。ナイス。赤チャンス。かー。イベントを引きましたので、アップ。上司モードになりましたね。上がった上がった。また大人のデート。
成功ということで、ステップ2もクリアしまして、ここの愛の告白をクリアすれば ART です。でまあ、この少額のケーキが、まあ、イベントズガーであったりチェリーであったりボーナスであったりということなんですが、引けぬ見た、おお、嫁にアップです。そういえばこれからどこ行くか。かっこいいですね、昔の誠。久しぶりに、いいかもな。帰ったぞ。一軒家なんですね。今夜寝室で待っていてくれ。ガラルマなんかも緊張してる日やがった。これが赤いのはチャンスアップなのでしょうか。赤文字ボタンは出ないけど ART に当たりました。そしてここでケツメイシの楽曲が聴けると。はい、ということで、まあ、ステップ3をクリアしたので ART に突入します。通勤ラッシュ。お、これで入るかな。はい、まあ、通勤ラッシュなんですけども、 ART が、約34ゲームプラス6ゲームプラスアルファということなんですけども、最初に 1,2,3,4,5,6 人の、まあ取引先といいますかの順番がランダムで決まります。今までの対戦シーン、3つの職業、ここで決まりますね。ガチランダムらしいので、で一番強いのが、この人玄蔵さんなんですけど、玄蔵さんは4番目にいます。でまあ真義体ってあるんですけど、これがついてるキャラクターは弱点があるということです。彼に関してはめちゃくちゃ弱い。でまずはエルビスからですね。でこの真義体メーターをまあ、ART 中に貯めていくということなんですけども、18時から取引開始で時計は1ゲームで15分進みます。予定より。で、やる気入りました。約8分の1でやる気マックスというところに行きます。で15分間を、今は5分刻みで進んでますね。3分1分というものもあるんですけど、だいたい5分刻みです。でまあ、どこのポイントがたまるかわからないんですけども、まずは弱点がたまればいいなというところと、合計30ポイントになれば、まあ、ART 継続と聞いております。おチェリー、弱チェリーで、まあ、乗らないこともあります、特化ゾーンでも。おお、まだ延長中。すごい延長してる。チャンス、おう、面倒ですね。だいぶやる気マックスです、まあ、今年。お、カーニバル、おー、やばい、1分刻みですね。だいぶカーニバルです、メーターアップが。ジャックチェリー、これはちょっと激チャンスということでポイントが貯められそうな気がします。延長、
なし。でもギが10ポイントになりましたが、弱点が芯なんで芯を10ポイント貯めたいところですね。でちなみにこの10の次に F フルなのかながあるので、10じゃまだ安心できないと思われます。絶好調。イベントだからが、その ART 中は15分の1よりもちょっとアップすると、出現率が。なのでもうやる気マックスにどん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 入れてメーターを貯めていきましょうという、まあ、飽きは来ないですね、 ART 中にずっと。ナイス。まだ2時前ですよ、こんなにやる気を出してでも。エアジョークに到達で、あ、ここでやる気マックスになると、まあ、残業突入ということで、もうちょっとなんですが、ちょっとなんでこうなる偏りが見えます。あ、赤ですね。もてなし勝負。感触はいいですね。おしさん、お待たせいたしました。最高にクールなお話は。いいぞ。危ない先生。もしかしたらこっちがフルだったんで30ポイント以上あったのかもしれないですね。ということで無事 ART 継続です。次は土木戦隊ですね。土木戦隊はタイが弱点。あ、なるほど。この10個貯まってなかったポイントはなくなるんですけれども、超えた分は持ち越しということなんでしょうか。惜しかったな。じゃあこの持ち越しのシステムがいまいちまだ分かってないんですけど、お、これはやる気マックスでしょう。よし、残業です。こちら残業残業で頑張ってほしいな。うまく分かれますね、本当に。もうチャンギョー。いや、この1ポイントがここに来れば来ない。7時まで残業しました。結構残業しましたね。また赤ですね。さっき青文字だったんですけど、関係あるのか。文字クリア。クリア。
どんなでかい岩が入り口にあるんだよ。あ、もうボタンもなしで。ダイナマイトの先っぽにスコップで飛んだってことですね。ということで無事またエアティ継続です。ヘイ、で、美の伝道師ってミミ、こちらのキャラが多分弱点がないキャラですね。はい、だ強いです。もうポイントをいっぱい貯めるしかないと。あー、全部ゼロになってますね。きつい。これは負けそうな気がします。黄色、お、でもずっと俺のターンっすよ。赤文字、ずっと俺のターンは当たりじゃなきゃ困りますよ。ずっと俺のターンじゃない。誠さん、ボタンは出た、出ないけど行けた。ということでミミも撃破っていうのかな。おお、査定が入った。この査定がたまに来るんですけど、ケーキがわからないんですけど、とりあえず押してくれればよし、やる気マックスということで、多分次セットにいいことがあるのではないかと思います。が、一番強い玄三さんですね。さっきの査定はこのやる気マックスを1個くれたってことなんすかね。やばい、残業せず多分負けそうですね。6、10ポイントしかありません。青、さすが誠さん。チャンスアップというものは一切ないですね。赤文字とか終わりかな。はい、ということで、まあ、ART 中はゲーム数分かんなかったんですけど、トータル261ゲームだったということで、ワンセット100枚は欲しかったんで、もうちょっと欲しかったところですけども、これで ART は終了です。おもてなし当日です。お、イベント揃ったけど、ここでまずパター回避。お、赤文字、砂場回避。お、上司もいるんでちょっとチャンスアップですね。
実につまらないゴルフだった。ダメか。おお、でもあれ、お、まさかのボって書いてある。なんか引いたかな。リーチ目なの。まさかのボーナスって書いてありますよ。おお、ちょっと何を引いたか全然演出にうちで見てなかったんですけど、ビッグボーナスを引いておりました。ビッグボーナス。いや、まあボーナスが、約500分の1から400分の1ぐらいで出てくるんですけども、通常時なので、まずは同僚からスタートですね。ビッグ中通常時は、キャラのモードアップをイベント図柄でしていきまして、でモードが上がれば上がるほど、まあ、誠図柄が揃いやすくなるということで、まあ、ART の機体の突入機体度がアップするということですね。キャラが上がれば。誠かな。あ、イベントですね。斜めイベントで女子になりました。後輩まで上がったんですけども、残念ながら誠を狙いすら来ませんでした。ちなみにボーナスがもう一種類、この白7宴ボーナスというのがあって、こちらはまあプレミア扱いなんですけども、こちらが揃えばマイゲーム新機体メーターの上乗せ抽選をするという、通常時でもそう ART 確定でポイント抽選なんですが、もう後輩モードになってますね。なるほど。能力開発モード。とりあえず能力開発モード、これがポイントの上乗せ特化ゾーンになります。このマスによって内容が違うんですけど、同僚の時はチェリーを引けたら超チャンスと、上乗せはするけどポイントは少ないようなんですけど、上乗せもしないと。でこれはもうポイントが1ポイント乗ります。乗らない。1ポイント。でここが社長とか出てくると結構えぐいです。惜しい惜しい、次欲しかった。あとはもう終わっちゃうのかな。セーフ。3ポイント欲しい。あんまのなかったかな。社長バトルということで、6人勝利をいたしますと、ついに社長が登場いたします。ちょっとここだけ見るとなんかとある人に似てますよね。顎とかね。立花歩社長で、社長バトルは11ゲームかな。マイゲーム勝利抽選をしております。あ、マイゲームこう勝利抽選で こういうことなのかな。あ、そういうことですね。6人の倒してきた技を見せると。かわされる。お、勝った。イベント図柄で勝利しました。
これでも終わっちゃうのかな。仕事継続あ、そして犠牲を犠牲ラッシュに突入いたします。犠牲ラッシュは、まあ、50ゲーム間ポイントの上乗せと、先ほどの能力開発のストックをするので、まあ、この後またバトルに戻ってポイント溜まった状態からスタートしますので、だいぶチャンスなのではないでしょうか。おお、すごい、こんなにもらえるの。本当は個人的すぎて申し訳ないんですけど、全然あのかっこよくないのにこうやってなってるとかっこよく見えて笑いが起きてしまうという。シダ終了。いかがだったでしょうか。まあ、あえて言わせていただくと、通常いつやめればいいんだろうなって感じですね。本当にチャンスがずっと来るので、 ART 中もなかなかずっと暴走系な感じでやる気マックス、やる気マックス、やる気マックスと、まあ、秋は来ないかなと思いました。あと個人的には本当に演出がただただ好きなので、こちらの戦いサラリーマンなんですけれども、まあ、最速導入が9月の19日の予定となっております。ということで、本日のスロー付きは株式会社ロデオ様の戦いサラリーマンでした。次回はどんな寝台を打ちに行けるのでしょうか。それではまたお会いしましょう。さよなら。